はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、KDです。モローウィンドウ次からプレイしていきたいと思います。前回はですね、まず、彼氏募集中の、女性に出会って、男を探してきてくれという頼みをされたとこですね。でその後にここで演劇をですね、やることになったんですけども、その演劇の最中に突然襲われて、で話を聞くと、ここの主演俳優さんですかね、が命を狙われているということで、僕が、おとりになったっていう感じですかね。でその際にこの、傭兵として雇った、カルバさんの装備をですね、結構いいものに変えてあげたんですけども、全く働いてくれなかったですね。いらないかもしれないな。とりあえず情報収集を続けていきましょう。多分これ僕の攻撃も入ると思うんですよね、このカルバスさんに。で例えば乱戦になった時に、僕の攻撃で死んだりしそうで使いづらいかなっていう感じがする、逆に。低レベルとかで来てたら、低レベルでこのモンホールドに来てた時なら、もしかしたら、心強い助っ人だったかもしれないですけどね。どうしよう、一応なんか買ってあげますか。肩の部分がまだないんで、ヘビーアーマーの肩、これは？これはライトか。これなんだ？とりあえずこれかな。これを2個。これと。違う。はい、いいのか。ライトとレフト。ライトとレフト。渡せない？あれ？ウェポン。あ、これか。よし、とりあえず肩。あとは手かな？
飼いネズミを飼った、この光徳は忠実そうで、気に入られようと熱心、そして私から金を得たことにとても喜んでいる。ああこれかパックラット。で、荷物、あ、100キロまでか。いや、でもすごいな。そのスクーなんとかは買えないのかな、もう。これだ。これか。よく飼いならしたね。やばい、一気に賑やかになったな。でも多分すぐ死んじゃうんだろうな、これ。いや、この辺の人は上がらない。いや、結構痛いよ、100ゴールド何回も使うのは。物々交換。品スペシャルオファー、物々交換。遺跡の地帯と駆け巡る、大勢の冒険者たちと商売をしている、たまにいいものを見つけてはここまで持ってきてくれる、ブラックダートギャング。スペシャルオファー、たまに決まった品で特売をやったりする。君のような大事なお客さんのために、ちょくちょく顔を出してもらえればなるべく売ってあげる。おお。お、そういう話なら、実はたまたまフィフスなんとかスクロール60円。これなんか話出てましたよね。妙に安いって。聞いてみようかな。どうしてそんなに安い？とびっきりのお値段で良質な商品を提供できる、手腕があるってだけなのに、どうして誰も
誰も彼も裏があるって考えるんだ。この前もアーニア、なんでもない、セール価格で売り出している巻物について尋ねたところ、彼はアーニアという名前を口にしたきり、それ以上何も言おうとはしなかった。怪しいですね。アーニア。わかった。カジートの女。ちょっとした仲介業者。時々ここの下水道で、売り物を持って会いに来てくれるわけ。あまり質問しないようにしている。鋭いナイフを持っているから、だからいつも取引をするだけ。うん、悪いことなんてしてないだろう。うん、悪いことは別にしてないですね。だからこのアーニアっていうのは怪しいな。うん、アーニアという名前のカジートと何やら怪しい仕事に絡んでいる。彼女はバザール、バザールか、バザーじゃなくて、の下にある下水。ダークブラザーフッドと関係があるのか、それともブラックダートギャングと関係があるのか、なんかどっちかのような。冒険、名声、女、まるで意味がない。なんだ、あ、女、あ、でもどうなんだろう。ウーマン、女、そこに幸せなどない。どうせ続かぬ幸せよ。何もかもまやかしさ。昔は違う考えだったかね。あ、妻がいたんだ。苦労しいほど愛していた妻。その妻を己の愚行のせいで失い、今はこれだ。これ以上女性とは関わらない。己の愚行。若気の至り、夢への憧れ。愚かにも自らの夢を追って思い描いた大冒険のために、妻をバーデンフェルへと連れ出した。愚行の報いはすっかり受けた。不幸にも、妻までもが報いを受けた。到着して間もなく、あ、ブライトか。妻のか弱い体では対応もなかった。それで妻を失って、私は破滅。代わりなどいるものか。どんな女に会おうと代わりなどいないんだ。一人いますよ。一人いる。ちょっとね、変わった女性ですけども、いますね。気難しい店主。なんとかならんかな。この人はでも真面目そうですよ。私に釣り合う人間。あ、いけるかな。マレーナさん。
何にせよ特に興味はないがまあいい、それで放っておいてもらえるなら会ってあげようじゃないか。お、これでどうしたらいいんだろう。これでマレーナに行けばいいのかな。いやー、このモンホルド綺麗ですね。正直に言わせてもらうと不安で仕方がなくて、仕事を外していることはもちろん、私は危ない橋を渡ろうとしている、だから真面目にお願い、もしもまるっきりダメな相手だったらきっと一生許せない。そんなこと言われんの俺が自分で探せよじゃあ。でもいやー、どうなんだろうな。堅物な人だったけども、もちろん。お名前は、この人。聞き覚えがあるような。二日後に、ここで会いましょうって伝えて、素敵な人だといいんだけど。面会の準備。これでまた行けばいいのかな。どうしてこんな話になったんだろうな。うまくいくわけがない。昇進に終わるものを、いいともケイリー、彼女に会おう。お、助言。自分らしく妻の話をすれば、妻の話は、まあ、楽にでいいんじゃないかな。あ、結構その気じゃないか。2日後にあれなのかな、わかるのかな。最近のとある噂。
聞いたことはベラス、ベラスなんたらっていう恐ろしく強くて邪悪なウィザード、どうもこの辺に住み始めたそうじゃないか。この前の夜に酒場で、深夜の奇妙な明かりと、邪悪な笑い声の話になってね、もし君が本人だとしたら気が気でないな。そのウィザードきっとすぐにも力を見せつけようとしてくる。バレス、ベラスか。ライト60秒間。ナイトアイ。伝染病。ベラス、こいつか。ごきげんよう、モンホルドの善良なる市民たち、私は偉大で高名で、立派で恐るべきウィザード。自分でここまで言う。オビス・ベラス、この数週間のうちにしかと知れ渡るだろう。この町を屈服させるのだからな。ひとまずは君のような不幸な住民で力を試させてもらうとしよう。不細工なレッドガードだと、我が怒りを存分に味わうがいい。あ、強いじゃないか。カルバス、ジャーナルが更新。今日オビス・ベラスは私の前に魔法で現れ、自らの力を見せつけると宣言して私に攻撃を仕掛けてきた。奇妙にも私をほとんど傷つけられず簡単に倒れてしまった。これが何を意味するか理解できたと思う。なんだ？いや、理解できてないよ俺。なんだろう。
鍵がある。この人だったかな、話した、ね、I have here. あ、うん。I shall hear. あのウィザードとの戦いは見たよ。うん、噂で聞いたような強くて邪悪なウィザードではなかったですね。うん、でも名前はベラス。こと、この金持ちのところだ。にベラスの家がある。そこを調べれば、謎がわかるかもしれない。うん、そこに行き調査するべきだろう。なんだろう、なんかいろんなことがてんこ盛りだな。すごい、グラスシリーズ売ってるな。いやーでも高いね、やっぱ9000円とか。最近この辺りでディル・ボーンって名字を見かけなかった。ディル・ボーンは月の来ない博打で悩まされていて、負けては借りてまた負けて、大変なことにならないといいけど。ディル・ボーン、いやー上がらない。金が飛ぶ。なんか重要そうな本がありそうですけどね。とりあえずは。裏で何が起こっているのか。The word.
女友達とか連れてたりしないか。俺なら仲良くやれるからさ。こっちでもよかったのかな。なるほど。もう選んじゃったから。彼女のことはいいんだ。チャンスはいくらでもある。でもなんかチャラいな、この人は。女性はそこら中に大勢いる。ケイリー心配いらねえ。一人くらい自分で見つけてやるさ。いや、二人か三人かもしれんぞ。おお、言うねえ。でもこの人は紹介しなくてよかったかもしれない。We both shall profit, Sarah, from your speech. その、何でしたっけ？賭けで負けてる人っていうのは。オールドモンホールド。どうしようかな。この人たち連れて行ったら死んじゃうんじゃないかな。ここにいろ。次カルバスさんもちょっと黙ってもらおうか。ここで待っていてほしい。こいつはついてくるんだ。多分死んじゃうな。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。